期待が高まる中、人気若手女優の南割翔平さんが話題作アンダー忍者への出演を決めました。この映画すごいことになりそうで、公開が待ちきれない。ファンの間ではどんなストーリーなのかワクワクが止まりません。にゃめだめさんはこれまでにも素晴らしい演技を見せてくれましたが、今回は現代に生きる忍者の世界に飛び込みます。演じるのは普通の高校生だったのに、ある日突然エクストラオーディナリーな事件に巻き込まれる野口彩香。にゃめだめさんにとって新しい挑戦となるアンダー忍者、これまでとは違う役柄に挑戦します。にまねさん演じる野口彩子の物語がいよいよ始まります。アンダー忍者は私たちが普段暮らす日常の裏に隠された秘密の世界を焼きます。現代の日本になんと忍者が存在するんです。伝説や物語の中の存在ではなく、本物の忍者が正体を隠して私たちのすぐそばで生活しているんです。物語は陰謀渦巻く世界が舞台。私たちの知らないところで秘密の戦いが繰り広げられています。このユニークな設定を考えたのは原作漫画の作者花澤健吾先生。秘密の世界の複雑さを深く掘り下げています。映画版では原作の世界観を忠実に再現。手に汗握るアクションシーンと静かな緊張感が交錯する見応えのある作品になりそうです。アンダー忍者の主人公は野口彩香。ごく普通の高校生だった彼女の運命はある日突然大きく変わります。彩香は秘密裏に存在する忍者の世界に巻き込まれていくことに。それまで送っていた平凡な日常は崩壊し、危険と不安に満ちた日々が始まります。彩香の存在はこの物語にとってとても重要です。彼女を通して観客は秘密の世界へと足を踏み入れることになります。彩香の反応、恐怖、そして成長していく姿は私たち自身の姿と重なります。原作の彩香は少し臆病で自信なさげな女の子として描かれています。しかし映画版では原作よりも積極的な性格になっています。危険な世界に立ち向かう強さと機転の良さを見せてくれます。普通の女の子から誰もが予想しなかったヒーローへと成長していく姿はこの物語の大きな見どころの一つです。南馬さんは彩香という役を強い責任感と情熱を持って演じました。役作りのためにトレーニングを積み、忍者としての忍耐能力を身につけました。インタビューでは彩香の成長を体現したいという強い思いを語っています。肉体的にハードな役でしたが、アクションの動きや技術を学ぶのは楽しかったですと、南原さん。彼女の演技に対する真摯な姿勢が伝わってきます。ベテラン俳優や有名監督との共演は南原さんにとってとても刺激的で、多くのことを学べる経験になったようです。彼女の言葉からは作品にかける熱い思いが伝わってきます。コミカルな演出とジャンルを融合させるのが得意な福田雄一監督がアンダー忍者メガホンを取りました。福田監督ならではのユニークで面白い作品になりそう。原作の持ち味を生かしつつ監督独自のスタイルを加えることで新しいアンダー忍者を見せてくれそうです。福田監督はこれまでもアクションとコメディを巧みに組み合わせた作品を世に送り出してきました。どの作品にもエネルギッシュでワクワクするような世界観がありますよね。アンダー忍者でもきっと私たちを楽しませてくれるはず。現代に生きる忍者という設定にすごく惹かれました。すごく面白くて興味深いテーマですよね。忍者の伝統や技術を尊重しながらも現代社会とのギャップを面白おかしく表現したいと思いましたと福田監督は語っています。人気漫画アンダー忍者を映画化するにあたってチャンスと同時にいくつかの課題もありました。原作のファンを裏切らないように、そして原作を知らない人にも楽しんでもらえるように工夫を凝らしています。
花澤健吾先生の描く世界は繊細で表情豊か。映画でも原作の絵の雰囲気を大切にしています。アクションシーンは原作のスピード感と切れ字を再現するために綿密に作り込まれました。ストーリーは原作の一部を要約したり、逆に原作にはないエピソードを追加したりしています。アイデンティティ、生きる目的、伝統と現代社会の対立といった原作のテーマは映画でも重要な要素として描かれます。原作者と映画スタッフの協力体制によって原作へのリスペクトを忘れずに多くの人に楽しんでもらえる作品が完成しました。アンダー忍者の見どころの一つがアクションシーン。現代を舞台に忍者の能力の高さを存分に堪能できます。リアリティを追求しながらも見ている人がワクワクするようなすごいアクションを目指しました。経験豊富なスタントコーディネーターとスタントマンが力を合わせて迫力満点のアクションを作り上げています。伝統的な忍術と現代の格闘技を融合させた見応えのあるアクションに注目です。ビルの屋上でのチェイスシーンから狭い空間での格闘シーンまで、バラエティ豊かなアクションシーンが目白押し。リアリティを追求したことでより一層作品の世界観に引き込まれること間違いなし。難波翔平さんをはじめアンダー忍者には実力派の俳優陣が集結しました。ベテラン俳優から今注目の若手俳優まで、それぞれが個性を発揮し作品に深みを与えています。重厚感あふれる演技に定評のあるベテラン俳優の阿部キャンさんが綾川をじぴくスーワン忍者岸健吾を演じます。阿部さんの存在感は作品にお褒みと深みを与えてくれます。それぞれの俳優が持ち味を生かした演技を見せており、個性豊かなキャラクターたちが織りなす人間ドラマも見どころです。アクションシーンはもちろんのこと、登場人物たちの関係性が変化していく様子も見逃せません。公開日が近づくにつれてアンダー忍者への期待はますます高まっています。原作ファンはもちろん、映画で初めてアンダー忍者の世界に触れる人も公開を心待ちにしています。世界中の人を魅了する大ヒット間違いなしの予感。人気原作実力派俳優、そして福田雄一監督という最高の組み合わせが実現しました。ありそうでなかった設定、アクション、ユーモア、そして感動が詰まったストーリーは幅広い世代の心をつかむこと間違いなし。公開前に公開された予告編や宣伝活動はインターネットや映画評論家の間で大きな話題を呼んでいます。アンダー忍者は単なるアクション映画ではありません。アンダー忍者は絶対に見てほしい作品です。今までにない設定、豪華な俳優陣、そして手に汗焼けるアクションシーンの数とは忘れられない映画体験になることでしょう。原作ファンはもちろん、新しく刺激的な映画を探している人もアンダー忍者は必見です。この映画には誰もが楽しめる要素が詰まっています。アクション映画好きなら、迫力満点のスタントや格闘シーンに圧倒されること間違いなし。人間ドラマが好きな人は、綾香の成長や彼女を取り巻く人々との傷に心を打たれるでしょう。秘密の世界に足を踏み入れるチャンスを